それは、何の前触れもなく、突然起こった。何が起きているのかを理解する暇なんてない。ただ、なぜか急に正気を失った人たちがたくさんいて、他の人を襲うようになったことだけは分かった。いつもの日常が音を立てて崩れていく。私たちはただ、逃げることしかできなかった。こっちもダメ。あのゾンビみたいな奴らがうようよいるわ。諦めちゃダメだよ、リーカちゃん。他にも逃げ道があるかもしれないし。ええ、分かってる。けど、このまま外にいたらゾンビに狙われるだけね。どこかの建物の中に避難した方がいいかも。渚、歩ける。大丈夫。私が頑丈なのは知ってるでしょ。ちょっと足をくじいただけだし、平気平気。行くわよ。とりあえずここなら少しは隠れていられそうね。そうだね。ここでちょっと休憩させてもらっちゃおうか。なぎさ、平気平気。全然平気そうには見えないわよ。足をくじいただけでそんなに顔色が悪くなるなんて。平気だってば。足をかばいながら走ったからちょっと疲れただけだもん。それならいいんだけど、どちらにせよこのまま走って逃げるのは難しそうね。あいつら思ったよりも動きが早いし。そうだね。さすがにこの状態で逃げる自信はないかな。そもそもさ、結局あのゾンビって何だと思う？実は全部映画の撮影でしたなんてことない？映画の撮影で本当に人が死んだり、秋葉がこんな状態になったりはしないでしょ。それは、そうだけど。分かってるのは、ゾンビに噛まれた人が同じようにどんどんゾンビになってるってことだけ。いつの間にか秋葉中があのゾンビでいっぱいだもんね。メイドカフェのみんなちゃんと逃げられたかな。私たちはチラシ配りで外に出てたし、お店の状態は分からない。無事を祈るくらいしかできそうにないわ。時期にここにもあいつらが集まってくる。どうにかして安全な場所に避難しないとね。ねえ、リンカちゃん、私のことはここに置いていってよ。こんな時にふざけたこと言わないで。どうせこの足じゃ私は逃げられない。でもリンカちゃんなら走れるでしょ。見捨てていけなんてかっこいいことは言わないよ。先に逃げて助けを呼んできてくれたら嬉しいなって。ダメよ、そんなことできない。どうして？リンカちゃんだって分かってるでしょ。私はただの足手まといになっちゃうって。どっちも助かるためにはここで別々に行動した方が可能性があると思うから。可能性なんてないのよ、渚。ね？これを見て。リンカちゃん、いつ、どこでこんな。逃げてる途中、揉み合った時に噛まれちゃったみたい。もう体が自由に動かなくなってきてる。そんな。いつかはあのゾンビたちみたいに正気を失うわ。そうなったらあなたのことを襲うかもしれない。だから私はここでお別れ。少しでも多くのゾンビをおびき寄せて遠くへ行くわ。そんなこと。
ても大丈夫だよ。病院に行けばきっと治してもらえるから。渚、ごめんね。生きて、あなただけでも。今の日常が音を立てて崩れていく。私はただ離れていくリンカちゃんの背中に向かって手を伸ばすことしかできなかった。リンカちゃん、よかった、無事だったんだね。リンカちゃん、ちょっと待って、どこに行くの？待って、待ってよ、お願いだから。リンカちゃん。夢？目が覚めたみたいですね。ね、あなたはなんで私こんなところで横になってたの？少し混乱しているみたいですね。あんなパンデミックに巻き込まれて正気でいることの方が難しいとは思いますが。パンデミック？私は三鏡カノン。このお店を拠点として使おうと思ったんですが、先にあなたが店内で倒れていたので保護させてもらいました。私とリンカちゃんが働いてたメイドカフェなんだ。リンカちゃんと別れてから無意識のうちにこんなところまで一人で逃げてきてたんだ。幸いなことにゾンビたちの姿がなかったので、いろいろと手を加えて拠点として使わせてもらってます。防衛用の改造と拠点機能の整備には丸一日かかりましたが、ゾンビたちから身を守れるようにはなっているはずです。確かに、いつものメイドカフェとは様子が違うね。ちょっと待って、丸一日って言った？はい、正確にはあなたを発見保護してから28時間32分が経過しています。そんなに？あれから秋葉はどうなったの？外には出ない方がいいですよ。秋葉に発生したゾンビたちはまだ増え続けてますから。だったらなおさらのんびりなんてしてられない。リンカちゃんが、友達がまだ外にいるかもしれないんだよ。早く助けに行ってあげないと。勝手なことをされては困るんです、日原渚さん。私、名前とか言った？学生証がポケットに入ってましたから。あなたにはここにいてもらいます。勝手にどこかに行ってゾンビにやられては困りますし、何しろ特殊な抗体を持つ貴重なサンプルなんですから。サンプル？そう、とても貴重なサンプルです。渚さんはゾンビたちがなぜ出現したと思いますか？そりゃあ映画とかでよくある未知のウイルス的なやつでみんな感染しちゃったとか、そういうのかなと思ってたけど。正解です。秋葉で発生しているこのゾンビ騒動はウイルスによるパンデミックが原因だと考えられます。現時点で把握できている限り感染経路は一つ。何らかの方法でゾンビの体液が体内に侵入した場合です。噛まれてゾンビになるというのはこれが原因ですね。ゾンビのよだれや血液が体内に入るだけで感染してしまいます。リンカちゃん、観察できた限りではウイルスに感染した人は早くて数分、遅くても数時間で発症しゾンビ化します。
でもウイルスに対して抗体を持つ人も稀にいる。渚さんはその抗体を持っていることが分かったんです。ちょっと待って、抗体って病気にかかりにくくなるっていうあれ？はい、結論から言えばあなたもすでに感染はしていたんです。おそらくゾンビたちから逃げている時、知らないうちに噛まれていたのかもしれませんね。でも発症はおろか、その兆候すらありません。これはまさしく抗体によるものと考えられます。もしかしてその抗体っていうので薬を作れたりする？それができないかここで検証をしていました。渚さんの血液から試作ワクチンを作りましたが、ここからさらに改良と臨床試験が必要になりますね。すごい、そのワクチンがあればゾンビになった人も治せるんだね。いえ、そう便利なものでもないんです。完全なゾンビになってしまった人に対してはワクチンを投与したとしても救うことはできません。感染はしたもののまだ発症はしていない人、あるいは感染していない人の予防が主な目的です。それにこれはあくまでも試作品。こんな場所ではちゃんとしたワクチン開発なんてできません。臨床試験もしていませんし、本当に効果があるかは未知数です。それでもいいよ、助けられる可能性が 2% でもあるならね。何を言ってるんです？言ったでしょ、友達がまだ外にいるんだって。ゾンビに噛まれちゃってたけど、発症してなければワクチンでまだなんとかなるかも。話を聞いていましたか？このワクチンが確実に効く保証はありません。ましてやそのお友達、リンカさんでしたね。その人は噛まれてから最低でも28時間以上が経過している。すでにゾンビ化していると考えるのが普通です。奇跡でも起きない限りは助けることなんて。さっきも言ったでしょ、可能性が 1% でもあるならって。友達を助けられるなら私はそれにかけてみたい。止めても無駄ということですね。わかりました、私もリンカさんを探すお手伝いをさせてもらいます。いいの？ここでうまく説得できたとしてもこっそりワクチンを持って抜け出しそうですから。外に出るならまず武器を用意しないといけませんね。間に合わせですが、それを持って行ってください。それってアサルトライフルですよ。映画とかで見たことがあるでしょ。本物？モデルガンとかじゃなくて？こんなの持ち歩いたら警察に捕まっちゃうってば。警察官もみんなゾンビになってるんですよ。こんな状況で銃刀法なんて気にする人はいません。身を守るためにも使い方は覚えてください。ワクチンも作れてこんな武器まで持ってて、コナンちゃんって一体。私はワクチンを作るためにここから動けませんが、何かあればこの通信機を通して連絡してください。くれぐれも無茶だけはしないようにしてくださいね。あなたの代わりはいないんですから。まずはリンカちゃんを助けに行かないと。それ以外のことはその後考えればいいんだから。